ぐるちょもちょも、ぐるちょもちょも、今日はいい日だね。風呂上がりの寝巻きでくるぶしです。はい、どうもありがとうございます。くるちょもチャンネル東京でくるぶしがあなたの夜を独り占め。はい、ということで今日はですね、企画ものなんですが、一人でやってるシリーズもの、スワマチャレンジ。このシリーズがどういったものかというと、いついつ何時何時にここで、お菓子でも食べようかなと、匂わせ、出現匂わせツイートをしたらですね、ファンの方が、100人ぐらい集まるんじゃないかという、動画で、過去を2回やっております。1回目の上野では0人、2回目の北千住では、3名とワンちゃんということですね。本当に来てくださった方ありがとうございました。今回3回目、になるんです。9月に、2人目が生まれる予定で、しばらくね、このスワマチャレンジも、なかなかできなくなるんじゃないかなという、出産前最後の、スワマチャレンジに、挑戦して、100人ぐらい、集めたいなと今回は初めての、吉祥寺井の頭公園。今、スワマチャレンジの前日になるんですが、先ほどツイートしました、なので時間はたっぷりあります。井の頭公園の中にステージがあるんですけど、その前あたりでちょっと、チャレンジしていこうかなと、思います。井の頭公園はね、特に思い出がございます頑張っていきたいと思いますんで、皆さんご視聴お願いします。それでは行きましょう。くるくる、ただいまですね、井の頭公園駅から、向かおうと思います。ただいまの時刻はですね、1時44分歩いてね、向かおうと思います。今日ですね、僕大失態をしまして、スワマ忘れましたスワマを忘れてしまいまして、途中でね、1秒も思い出しませんでした。今回はですね、そのスワマの代わりに、今ちょっとですね、イラストレーターのみつるさんの個展に行ってたんですけど、そこでもらったチョコの詰め合わせ、すんげえチョコいっぱいいて、これをね、ちょっと一人でつまみながら待ちたいと思います。それで行きましょう。ちょもちょも。昨日ちょっとチョモちゃんと話したんですけど、チョモちゃんの予想的には推定ですよ、推定7000人ぐらい来るって言ってたんで、ちょっとね、だいぶ気をつけて、行きたいと思います。今日はね、ちょっとチョコがすごい多いので、5粒食べ終わるまでに来なければチャレンジ失敗ということで行きたいと思います。くるチョモチャンネル。はい、前方右手にステージが見えてきました。あの前らへんの椅子でちょっと、食べようかなと思います。あと5分ぐらいなので、14時になったら、食べ始めたいと思います。着席しました。めちゃくちゃ人いっぱいやばいね。おお、びっくりした。ありがとうございます。ちょっとチョコを出す前にリスナーさんに、ちょっと待って。びっくりした。もうチャレンジもクソもなくなってきたね。いただきます。7000人いるよ。うん。ということでですね、今日気づいたら真後ろに。リスナーさんが来てくれました。いや、マジでびっくりしたから。今、時間がですね、2時6分なんですけど、多分もう来ないでしょ。いやいやいや、来てくれてありがとうございます。しばらくこのスワマチャレンジは、
できないと思いますが、今回はソロくるぶしの、スワマチャレンジ、第3回目でした。ありがとうございます。ありがとうございます。くるちょもチャンネル今日は終わる予定だったんですけど、今ツイッターでですね、ミュージシャンの先輩から、連絡ありまして、まだ井の頭公園にいるのっていう、リプライもらったんで、今から会いに行きたいと思います。俺もね、だいぶ久々ですね。今先ほどのステージの横にいるらしいので、急いで戻ってきます。どこだろう。こんにちは。平井隆彦さんです。大先輩。今日は匂わせツイートしてファンが何人来るかっていう動画だったんですよ。そういうこと。ファン。平井さんは何のあれやってるんですか、子供のけど、まあ芽生えって小学校。そうですよね。あんまりそう、あれだよ、エログロとか言ったんだ。あ、全然動画によっては全然エロくないんで。あ、うちの子供です。まさか先輩が来てくれると思わなかったので。はい、最近はライブされてるんですか。やってなくて、なるほど、割と子供向けの仕事がたくさんいただけるので、それでお客さんが言ってたことも相手に言いたいのことは、まあ、それも時々ですけど、なるほど、制作側なんだと。うわー、すっごいな。またちょっとやりましょうね。非常に懐かしい話も聞けて、すみません、ありがとうございました。吉祥寺で、彼を見かけた際はですね、ぜひ声かけないであげてください。いいの大丈夫。YouTube とか、概要欄に、平井さんの情報貼っておきますんで、はい、ぜひちっちゃいお子さんいる方もぜひ動画見てください。ということで今日は、スワマチャレンジ、追加で、平井隆人さんが来てくれました。ありがとうございます。